はい、カボス TV ゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。たくさんのカボスのご注文本当にありがとうございます。皆様助けてくださいませ。祖母の蚊種なしが大盛況でございまして。本当ですね。はい、本当にありがとうございます。その代わりですね、私のカボス畑ほぼほぼ種ありの大分1号なんですけど、で若木も非常に今元気で立派な実がなっております。はい、そうですね。はい、大分1号種ありの方が、非常にご注文が少なくてですね、今取れない状態になっておりまして。そうですよね。もうこんなにこうたわわに実ってるんですけど、はい、そうなんです。注文がないから。大分1号種ありのご注文が今なくてですね。そうです。たくさんご注文いただいてるんですけど、本当にこう皆様に感謝なんですけど、ぜひ大分1号種ありの美味しいカボスをご注文いただきたいという、ね、助けの動画でございます。よろしくお願いします。本当そうなんですよね。はい、もともとですね、私は大分1号種ありをすごく推奨していて、でここにカボス畑開いた時も、大分1号ほぼほぼ約400本新植しました。はい、でもともとですね、山の中にあった祖母の蚊種なし、これももともとあったもので、それが20何本あったんですけど、その辺は間伐しながら今非常に綺麗な実がなりだしました。はい、手入れしながら、で祖母の蚊はもうもともとなってたので、皆様に祖母の蚊を今買ってくださいって推奨してきたんですけど、祖母の蚊が非常に人気になりまして、本当嬉しいことなんですけど、もともと私の推している大分1号の方が今ちょっと売れ悩んでるっていうところがありま ですね。流通量が格段違いますよね。はい、で今そばかすカボスっていうふうに打ち出して、廃棄品をなくそうというところも、果汁自体は変わらないので、これも皆様に提供しようという。いうふうで、そばかすカボスも販売して、これも非常に大盛況でですね。ところが大分1号の、これ不思議なんですけど、大分1号のそばかすカボス、これが非常に人気があるんですよ。ところが大分1号を取らないとそばかすカボスが出てこないので、非常にちょっと今悩ましいというか。そうですよね。はい。ちょっと大分地方のそばかすカボスについては今こう町の状態になって、皆様にご迷惑をおかけしてるんですけど、もともとの大分1号のご注文がとても少ないということで、非常にこう私悩んでおりまして、皆様にどうしても助けをと思いまして、今日は動画を撮らせていただいています。そうですね。補足をするとすれば、はい、多分皆さん種がない方が食べやすいっていうやっぱイメージを持たれると思うんですよ。それとか果皮が薄いので絞りやすいっていう感じだと思うんですけど、やっぱり大分のカボスの歴史から考えると、大分いちごをぜひ味わっていただきたいなと私は思うんですよね。カボスの香り、独特の香り、風味っていうのは残念ながらやっぱ種なしの方はそこまでないんです。やっぱり大分いちごの方が香りが豊かで本来のカボスなんですよね。ですからそちらを召し上がった上で、いや、やっぱり種なしが好きって言われたら、もうそれも全然問題のないことなんですけど、大分県が推奨するカボス、そのカボス本来の香り、果汁の味をですね、ぜひ知らないって方は大分いちごをご注文いただき、召し上がっていただけたらなって。せめてミックスだもんね。ミックスでもいいですね。お願いいただきたいです。ミックスの商品は多分うちだけの商品だと思いますので。そうですそうです。ミックスご注文いただくと半分半分ですので、大分いちご種ありも入りますので、食べ比べができる。そうなんですね。私たちがこう言ってるその大分いちごの良さを多分感じていただけると思うんですよ。そうですね。
食べ比べができるので、うん、あ、こういうことだっていうのが、うん、あの実感できると思いますので。なぜね、社長がそこにこだわって置いたイチゴばかりを植えたかということも分かっていただけると思います、はい、あの実は私ですね、あの祖母の家の方が香りも薄くて、うん、あの種も少なくてっていうのは知ってたんですけど、やはりこの香り豊かで、うん、あの酸味もしっかりある大分いちごを、うん、あのぜひ売りたいっていうところで、うんうん、あの街中でもうすでに植える時点で種なしの方があの人気が出るだろうという予測は私してたんですね、うんうんうん、けどもその当時ですね、あの新こう置いた地獄と思って。なるほど、はい、まあ、思い入れがあって入れあの植えてますからね。そうですね。でかぼすって、まあ、当て字ではあるんですけども、はい、漢字にすると香る母の巣って書くんですね。そうなんですよね。香る母の巣って書いてかぼす、まあ、完全に当て字だとは思うんですが、はい、この当て字が私はすごくねいいなって思っていて、まあ、まず香りがいろんな柑橘の中でも結構カボスは独特の香りがあるということ、うん、で母っていう字がなんか本当にこうどっしりと構えたそういったこうなんていうか土着っぽい感じのそういうこうイメージがカボスにはあると思うので、おしゃれではないけれども、そしてね香りがねいいのと味がそのかけすぎてもなんていうの素材を邪魔しない。だから例えばお野菜とか和え物酢和えとかにカボスを入れたとしても醸造酢だったらうっすっぱってなるんですけど、カボスはそれがないんですよね。ないですね。素材を殺さない。だからなんかお母さんのようなこうなんていうかな、温かくこう素材を生かすみたいな、うそういうこうものもあってか当て字考えた人すごいと思いましたね。本当あの意を得てる気がしました、はい。まあ、あとあどうしても種をめんどくさいという方は、うん、あの私たまにやってるんですけど、あんまり種気にしないんですけど、うんうん、たまにですねこうたくさん絞って皆さんに振る舞いとかするときにあの茶こしにですね、うん、バーッと絞ると種があの取れるの で、 で果肉自体はあの落ちるの落ちるし、うんまあ、引っかかるのもありますけど、うんまあ、茶こしとかに絞っていただくと種が取れますので、そうですね、まあ、そういうアイデアもありますので。茶こしは、はい、あの茶こしは芽が結構積んでるじゃん、はい、味噌こしいいですよ。ああそうですね、うん、味噌こしぐらいの芽だったら、はいはい、もう種だけ引っかかって、うん、果肉は落ちていくので、うん、味噌こし割とおすすめです。なるほどですね、はい、大雑把な私は味噌こし、はいまあ、そういう工夫もできますのでぜひ、はい、あの香り豊かな大分いちごの方もぜひご注文いただくと非常にあの助かります、ね、本当今ちょっと困ってて。そうですね、はい、まあ、ここ後ろねもう今取れないんですよね。そうですね、もう枝がおなってるんですけど、はい、取ったらねもったいないというところ で、はい、でありがたいんですけど、祖母の家の種なしの方のご注文がほぼほぼですので、まあ、それを頑張って今取ってるんですけど、はい、ぜひですね、この立派な大分いちご、はい、社長ちょっとここどいてこんな感じこんな感じ、こうやってもう枝ですごいもう重くてたくさんたわわになってるんですけど、はい、取れないんです取れないんです。取っちゃうともう古くなってしまうので、はいはい、まあ、多少ね、ヒカボスに残す分は意図的に残したいんですけど、はい、これ全部十分残ると思います。キカボスにしても大丈夫っていう量ですよね、はいはい、うん、それにしてもやっぱりこう木にかなり戻ってきてくださいかなり今木に負担かかってるんで、はい、ちょっと木にはかわいそうなんですけど、そうですね、はい、皆様にぜひ助けていただきたいということでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は皆様に助けのお願いの動画でした。はい、ありがとうございました。最後までご清聴ありがとうございました。